ほっこり、目標はほっこりですからね。よろしいですか。で、下記の質問は近年必ず聞かれるので、受験外国または日本語できちんと、回答できる。あなたはどのような通訳ガイドになりたいか。これ大体 4,5 年前から日本語でね、これ聞かれるようになったんですよ。で、通訳、ね、ガイドになったらどのようなことに気をつけたいですかと。これ日本語で答えてよかったんですけど、これ受験者もびっくりして、これ外国語で答えるんですかって聞いたら、試験官もそうだよって、でわざわざ外国語で答えた方もいたんです。これ日本語なんですね、この 4,5 年はね。だからこれも別にガイドラインには書いてないんで、ひょっとふっとこれが出てきたんです。ですからガイドラインにないものでも、去年まで、聞かれたこと、例えば名前とか住所とかね、例えばこういうふうにどういうガイドになりたいかということ、これを今年も継続的に聞かれても全く不思議ないですから、いいですか。これを準備は必ずしておいてください。まあ一応皆さんは日本語と外国、受験外国語の両方で答えられるようにしていただきたいと思います。はい、よろしいでしょうか。で、何が何でも合格したい、ガイドになりたいという熱意示す、これ下線ですね、二重下線。だからさっきの意欲とかね、だから語学力っていうのは、まあ、出来不出来、やはり本当に結果見なければ分かんないですよね。だからせめて私たちが対応できるのは熱意を示すとかね、まあ、こういう部分ではその語学力関係ないですから、関係ないところで勝負、ね、ちょっとこうプラスになるように頑張るということだと思います。はい、当日の服装は男性女性ともにスーツが望ましい。で、通訳案内試験は資格試験であると同時に就職試験という要素もありますよと。これ当然なんですよ。まあ、今はね、ちょっと就職試験というなんていうかこうファクターがこう少なくなってきた、まあ、特にこの試験が形骸化されつつ、まあ、あるじゃないですか。で、特区とかね、いろんなことがありまして、で、ずっと試験官が2名だったんですけども、昔は3人だったんです。で、私の受けた時なんかは5人だったの、試験官ね、5人で、受験生も5人、フィーリングカップ5対5みたいな感じだったんでね、まあ知ってる方はいるか分かりませんけど、でもピッピッピッと電気でこうなんか、それはなかったんですけども、で、ずっと長い間3人試験官があったの、ガイド試験は。で、1人は外国人、ね、で、この外国語で話をする試験官で、1人は日本人、多分現役の通訳で、もう1人男性の日本人がいた。この人は何も喋らない、誰か誰でしょう。 JTB の社員です。 JTB の社員の方が必ず1人入ってたんです。で、 JTB さんっていうのは、例えば僕もね、メールの時で今年も5500万円ぐらいでこの JLTO から委託を受けてこの試験を受託してやってると JTB さん、子会社なんとかデザインというところ、これ、今年で3年目か4年目ですね。はい、で、あと検討会とか、まあ、2009年ぐらいからいろんな検討会とかで僕も、うん、傍聴しに行ってるんですけども、ですからこれ全部背後でいろんなお膳立てをやってるのは JTB、 特に JTB 総合研究所、まあ、シンクタンクですね、こちらの方が全部やってる。国交省の例えば担当の方っていうのは長くて2年、早ければ1年1年半でどんどん担当の方が変わっていくわけなんですね。ですからこれをずっとやはりこうやってきたっていうのはもう1912年に旧内務省、戦前の内務省の中に外国人観光客のための部署として、そのこう日本交通公社というのができて、で、戦後営業部門が株式会社として独立して、今でも財団法人でもあります。こちらがやはりどちらかというと大本山ということになるんですけども、まあ、でなぜじゃあ JTB の方がいらっしゃってたかというと、その時に必ず聞かれたのが、あなたはこの試験に受かったらガイドになりますかっていう質問が必ず聞かれた。それで
なりませんと答えた方は全員不合格だった。でも私は予備校の先生ですから一応あの解除になりますかって聞かれたら必ずなりますと答え断言してくださいと。そうじゃないです。じゃないだって合格しないからです。これみんなだからなる人もならない人もなりますと答えて合格したと。で合格祝賀会ねずっともう、まあ、今年も3月やったのでまた来年もできたらね皆さん来てやりたいなと思ってるんですけども、である男性の方これ静岡から来た方でね、あの高校の先生英語の先生で、あの合格おめでとうございますっていう、であの試験受かったらガイドになられるんですかって聞いて、いやあのなるつもりないですと、まあ、試験上ではなるって言いましたけど、でなんか高校の先生やっててあのガイド試験受けたんですかってお聞きしたらですね、うちの高校の職員会議ではあのこのガイドの資格を持っていると発言の重さが違うんですね。英検の2級とか1級の人と比べるとあのこう通訳ガイドの資格を持っていると発言力が違う。田舎の高校ってそうなのかなということで、まあ、いろんな動機があってもちろんよろしいわけですけど、まあ、あのうちも生徒さんハローやった時は 15% ぐらいは英語の先生、まあ、今日ももちろんね英語を教えていらっしゃる方外国の先生全部言われると思いますけどね。だからともかく何かそういうあのなんていうかこう皆さんはあのガイドとして想定して受けるわけだけども、合格したらガイドになるという気持ちで受けるということが重要だと思います。次、まあ、そこのところも書きます。答えがわからない質問された場合の対処とても重要ということで、実際に通訳ガイドの仕事をしているときに通訳ガイドは外国人観光客から想定外の質問を多々されるわけですが、そこをどのように臨機応変に切り抜けるかが通訳ガイド適性としてのとして重要なので評価項目に入っている。答えがわからない質問に対していかに臨機応変に対応できたか、まあ、これが合否を決めると言ってもよい、まあ、そういうこともあるのかなと。まあ、富士山の価格はまあいくらですかと、ハウマチです。まあ私まあこうまあ、あの旅行者の中には、ねまあ、とんでもないお金持ちの方がいるかもわかりません。富士山新幹線から見ても、ハウマチズマウント富士と。まあ、強いアイドは、I do not know ではあの仕事にならないと言いますかね、失格です。ここはユーマを込めて、残念ながら富士山は今売り出していません。ね、I'm sorry, but Mount Fuji is not on sale now. ちょっとこうニコッと笑って、まあ、なんか終わると言いますかね。このユーモアはちょっと二重で丸してください。赤いボールペンでユーモア。試験でユーモアってこうねちょっと疑問に持たれるかわかりませんけども、試験官もまあ、 あの受験生も、まあ、たまたまあの、その時はねあの試験官であり、まあ、受験者であり、まあ、あの立場が変われば逆転していた可能性も当然あるじゃないですか、まあ、今日今僕こんなところで話してますけど、まあ、皆さんがこちらに来てお話を僕はそれで聞いていると言いますかね、まあ、あのこう試験官の方は一日ご苦労様と、まあ、受験生の方も準備たくさんやって、ご苦労様というそういう状況で、その、なんて言うんでしょう、まあ、どうしても堅苦しくなる試験、まあ、受験する方も緊張をやっぱりこうするなといってもね、やはりちょっとこう緊張して当然じゃないですか。で試験官の方もやっぱこうやっぱ試験官ですから、国家試験の試験官ですから、やはりこう少し構えるっていうところがあっても不思議はないと。とこうあのどうしても硬くなりがちな時にですね、まあこう肩の力をちょっとこうちょっと抜いて、可能であれば可能であればちょっとこう微笑みがこう浮かぶような一言が出てくると、あの雰囲気が和らいでとてもいいのかなと、そんな気がいたします。特にね、なんか僕最近なんか人間生きていく上でもなんかユーモアってすごく大切だなということをあのしみじみ何かねこう、こう感じるようになってきました。はい、次、キーワードの質問のキーワードが分からないとき、分からなければ何どういう意味ですか、または質問をもっと分かりやすく
言ってくださいと。これさっきも言いましたけども、沈黙だけは避けるのは同じです。沈黙はあなたが臨機応変な反応力がないことを示すだけだと、すなわち不合格となります。分からなければ聞くこと、これ必ず励行してくださいね。黙ってしまったらアウトなんですね、はい、アウト。自分からそのもうアウトに行く必要ない、アウトさせられるとしょうがないけどね、はい、何回聞いても